親愛なるソフィー、今日からは三人の古代ギリシャ最大の哲学者たちを見ていきます。紀元前およそ450年頃、アテナイはギリシャ世界の文化の中心になりました。そして民主主義がだんだんと発展するにつれて、方々のギリシャの植民地から放浪の教師や哲学者たちがアテナイにどっと押し寄せてきました。彼らはソフィスト、つまり学識のある人と名乗り、アテナイ市民に弁論術を教えることで生計を立てました。彼らはこう主張したのです。正しいことと正しくないことの絶対的な基準などない。それは人間社会の必要に応じて決められるべきである。しかしソクラテスは違った。絶対的な基準はある。それはいつでもどこでも当てはまるものだ。紀元前470年、アテナイ生まれのソクラテスはこの町の市場や街角で誰彼なしに捕まえては話しかけ、自分が相手から学びたいのだという素振りをしてみせました。人々が自分の頭を働かせるように仕向けたのです。ソクラテスは正と不正を区別する力は理性にあって社会にはないと信じていました。だから彼は両親の声に従って、例えば死刑に反対しました。政敵を密告したり中傷したりすることにも抗議しました。しかしいつの世でも疑問を投げかける人物は最も危険な人物とみなされるものです。そしてついにソクラテスは人の心を惑わせ、若者を堕落させ、神々を認めないという罪で訴えられたのです。501人の陪審員たちは多数決を取り、ほんのわずかな差でソクラテスに有罪を言い渡しました。判決は死刑でした。判決のしばらくのうちに、ソクラテスは自分の良心と真理を守るために親しい友人たちの見守る中で毒人参の杯を飲み干しました。わずかな差なのに死刑にしちゃうなんてひどい。あくる日の土曜日、朝食後母が買い物に出かけると、ソフィーは哲学講座の茶封筒を持って玄関を出た。生け垣の洞穴に置いてあるクッキーの空き缶の中に隠すためだ。茂みをくぐって洞穴へ入ったソフィーは思わず声を上げそうになった。缶のそばにあの小さな白い封筒が置いてあったのだ。また哲学者が来たのかしら。でもどうしてこの洞穴を知ってるの？あれ？変だ。封筒の縁がなんだか湿っぽい。それにギザギザした跡がついてる。どうしてだろう。お手紙ワクワクしながら読みました。しかし残念ながら、まだ当分の間は僕が姿を見せることは慎まねばなりません。それは危険を招くことになるだろうからです。したがって僕が手紙を届けることもやめます。代わりに僕の小さなお使いに庭のあなたの隠れ家に直接届けさせます。さようなら、アルベルト・クノックス。アルベルト・クノックス？なんだか変な名前。それに小さなお使いって誰なんだろう。その時不意に大きな茶色の犬がむっと洞穴へ入ってきた。封筒をくわえてる。犬は口にくわえた大きな茶封筒をソフィーの足元にポンと置くと、森の方へ去っていった。お使いは犬だったんだ。
親愛なるソフィー、僕のお使いの名前はヘルメス。怖がることはありません。彼は波の人間よりよっぽど賢い。少なくともありのまま以上に振る舞おうなんて思わないから。ヘルメスをつけていってみよう。脅したって平気だよ。今日こそ謎の哲学者の正体を突き止めるんだから。だがヘルメスはみるみるうちに遠ざかり、森の奥へ姿を消してしまった。ソフィーは長いこと立ち尽くしていたが、切り株を見つけて腰を下ろすと茶封筒を開いた。さて、今回はプラトンについてです。ソクラテスが毒を仰ぐことになった時、弟子のプラトンは29歳でした。プラトンにとってソクラテスの死は現実社会の在り方と理想の在り方との矛盾を思い知らされる事件だった。そして彼は永遠で不変なものと流れ去るものとの関係を探求した。プラトンはこう考えました。私たちが自然の中で触ったり感じたりするものはすべて流れ去る。それらはすべて時間に侵食される物質からできているけれども、同時に時間を超えた型に従って作られている。この型は永遠で不変だ。時間を超えた型？何のこと？ねえソフィー、なぜ全ての馬は似ているんだと思う？一頭一頭の馬は色や形は違うし、病気になったり死んだりして流れ去る。しかし全ての馬に共通した何かがあるよね。つまり元々の馬というものの型は永遠不変なわけです。そういうことなの。なぜ自然界の現象はこんなにも似ているのか。それはあらゆるものの上か後ろには限られた数の型があるからに違いない。その永遠不変の型を私はイデアと名付けよう。自然界のすべての現象はイデアの影に過ぎない。このあっと驚く考え方がプラトンのイデア説なのです。すごい発想ね。プラトンがまた魂の不滅を信じました。魂は私たちの体に降りてくる前にすでにあった。魂はかつて永遠不変のイデアの世界に住んでいたけれども、魂は人間の体に宿って目を覚ました途端に完全なイデアを忘れてしまった。だが人間が自然の中にさまざまな形を見ると、魂の本来の住処、イデアの世界への憧れもまた目を覚ます。この憧れによって現実の世界を理想の世界に近づけることこそが哲学者の任務なのだ。私はこの魂の憧れをエロスと名付けたい。ソフィーは森の中を見回した。辺り一面に木漏れ日が降り注ぎ、小鳥たちが歌っている。さっきまでとはまるで違う森の中にいるみたい。昔私の魂は私の体に降りてくるずっと前にイデアの世界で永遠の小鳥たちを見たことがあるんだわ。あくる日、日曜の朝早く、ソフィーは母が眠っている間に家を出ると、森へ出かけた。そして、昨日ヘルメスが走り去った森の中の道をたどっていった。